フェリシティ・ローズ・ハドリー・ジョーンズは、イギリスの女優、モデルである。バーミンガムで生まれ、ボーンビルで育った。兄が一人おり、母は広告関係の仕事をし、父はジャーナリストだった。3歳の時に両親が離婚し、兄と共に母親に引き取られる。高祖母は、イタリアルッカ出身のイタリア人だった。王立ノートン女学校卒業後、 キング・エドワード6世記念ハンドアース校に進学して A レベルを終了し、ギャップや期間中は BBC のテレビシリーズサーバンツに出演していた。2006年にオックスフォード大学ウォーダム校を卒業する。学生時代はアッティスで主演を演じるなど演劇活動を行い、2005年には間違いの喜劇のツアーで日本を訪れハリー・ロイドと共演している。ローグワン ジャパンプレミアに出席するフェリシティ・ジョーンズ、ギャレス・エドワーズ、ディエゴルナ・ジョーンズは、父とおじで俳優のマイケル・ハドリーの勧めにより、演技の道へ進むことを決めた。また、母も、映画や舞台に関心を持っていた。演技経験は11歳の時、セントラルテレビジョンが設立した、アフタースクールワークショップで始まった。ミルドレッドの魔女学校で、テレビシリーズに初出演するが、 家庭の事情により、第2シーズンからは降板する。2001年の続編、ウィアードシスターカレッジでは、同じ役でシリーズに復帰を果たした。2003年に、BBC のテレビシリーズ、サーバンツに出演した。2007年に、ITV のノーサンガーアービーで、主要キャストとして出演した。この時期に最も長期間に出演していたのは、BBC ラジオ四のヒルドラ。 ザアーチャーズで2009年まで出演した。2008年に情愛と友情フラッシュバックに出演しており、ドクター風のエピソードザ・ユニコーンザ・ワスプやドンマーウェアハウスで上演されたザ・チョーク・ガーデンにも出演している。2009年1月にアンネの日記に出演し、5月下旬に開催されたハイタイドフェスティバルではアンソニー・ミンゲラの ハングアップに出演している。2010年にはセメタリージャンクションにヒロイン役で出演している。またソウルボーイやテンペストにも出演している。2011年1月29日、今日君に会えたらでの演技を評価され、サンダンス映画祭でドラマ部門特別審査員賞を受賞した。彼女は映画で髪色を変えており、会話シーンは 完全にアドリブだった。また、彼女の演技力は、17歳の肖像でアカデミー賞にノミネートされたキャリー・マリーガンと比較された。彼女は、ハリウッド映画賞でも、今日、君に会えたらでの演技を評価された。3月に、ゴシップガールに出演し、そのために2ヶ月間サンクト・アントン・アム・アールベルクで、スノーボードの訓練を行った。また、同年に、 バーバリーのニューフェイスとして起用され、11月にはドルチェガッバーナのニューフェイスに起用された。2013年にエレン・ターナン・リケンズに愛された女で主役のエレン、ターナンを演じた。ジョーンズは以前、研究を通じてターナンの人生を学んでいる。2014年にはアメージング・スパイダーマンに,にフェリシア役で出演している。 博士と彼女のセオリーではヒロインであるジェーン・ホーキングを演じ、アカデミー主演女優賞にノミネートされた。彼女はエージェントから渡された脚本を読んだ後、これは単純な電気映画ではなく、ラブストーリーですねと語ったという。また、ホーキングに直接愛演じる際の協力を得ている。2015年2月に、ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリーの主役人、アーソ役に起用された。 2016年には、インフェルノにも出演してヒロインである、シエナ・ブルックス役を演じた。ジョーンズは、インフェルノへの出演を決めた後、ブルックスのキャラクターについて、理解を深めるために、美術館を訪れている。2018年には、現役のアメリカ合衆国最高裁判所判事である、ルース・ベーダー・ギンズバーグが、弁護士時代に、 史上初の男女平等裁判に挑んだ実話を描いた、電気映画、ビリーブ未来への大逆転で、ギンズバーグ役に起用された、オックスフォード大学のラスキン美術学校で出会った、彫刻家、コンセプチュアルアーティストのエド・フォーニレスと共に、イーストエンド・オブ・ロンドンで暮らしていたが、2013年に、破局している。2015年から、 映画監督のチャールズ・ガードと交際をはじめ、2017年5月に婚約を発表。2018年6月30日に、イギリスのオックスフォードシャーにある数ドリー城で挙式を行い結婚した。ありがとうございます。